にちは、ユイアビエーションです。はい、今日はターンの授業を先ほどやったんですけれども、その続きで、アドバース用というものをやっていきたいなと思います。この授業では、アドバース用とは何なのかというところと、アドバース用が起こる原因と、あとはアドバース用をこう抑えるためにエルロンにはどういうふうなデザインが施されているのかっていうところを説明していきたいなと思います。まずはアドバース用とは何なのかということなんですけれども、これがまずストレートエンドレボーフライトですね。向こうに向かって直線で進んでいるエアクラフトが書かれていますと、左に曲がりたい場合、ヨークをこう左に傾けてこうしますよね。前回の復習でトータルリフトのダイレクション変わって、ホリゾンタルコンポーネントオブリフトがこう内側に働いて左に曲がっていくと。でも実際ですね、エルロンを左に傾けるとこういう風な動きになるんですね。左に曲がりたいって言ってこう左にこうするとなんかこうなるんですよね。何が言いたいのかっていうと、このヨーイングっていうのはこういう動きですよね。これが反対に行くんですよね。左に傾けてこうなると、右に傾けてこうなると。アドバース用、アドバースっていうのは、まあ、反対側にヨーイングが働く。左に曲がりたいという時にはこう右に向くんですよね。なぜか。これがまずアドバース用というものですね。これを防ぐために、実際のフライトではラダーですね、このダイレクションもしっかり行って、バンクで左に曲げて、で足で左側の、ラダーをしっかりと踏んで、こうヨーイング、これを反対に行かせないでしっかり右に向ける。こういうふうにターンを行っていきます。こういうふうに実際には、ターンをしていきますと。なのでエルロンをレフトにしてラダーをレフトにするとしっかりターンができますと。で実際にそうするんですけども、アドバース用は何で起こっているのかというところを説明していきたいなと思います。はい、大まかに流れだけ書きました。エルロンを操作すると右側と左側のアングルオブアタックっていうものの角度が変わって、実際には高いウィングが上がって低いウィングが下がっていきますと。これももっと説明しますからね。はい、そうすることでアングルオブアタックが増えるとインデュースドラッグっていうものが確か上がりましたよね。逆にこの低いところはインデュースドラッグが下がります。この差のおかげでアドバース用というものが生まれます。はい、この順番に、沿って、この下の図で説明していきたいなと思います。エアクラフトが左にターニングをしますと、今このでエルロンは高いところは下に置きますね。これを見ていきます。この絵がウィングの高いところのエルロンの図になりますと、このエルロンが下に向きますよね。エアフォイルのところでやったんですけども、まあ、ここがリーディングエッジで、トレーリングエッジが端っこだったんですけども、エルロンを下げることでトレーリングエッジの位置が、まあ、この辺だったのこれになってますよね。はい、結構変わってますと。でリーディングエッジとトレーリングエッジを直線で結んだ部分がコードラインでしたと。でリレーティブウィンドは真正面から来るので、分かりますかね、普通の時よりもアングルオブアタックが上がってるのがなんとなく分かりますでしょうか。高いところはアングルオブアタックが上がります。そうするとリフトが生まれますよね。はい、リフトが生まれるとこのドラッグの一つであったインデュースドラッグ、これが上がります。なので曲げるとここのリフトが上がる代わりに、後ろに引っ張ろうとするドラッグ、このインデュースドラッグというものも上がるんですね。なのでこう向くんですよね。こう向く。はい、今度は下側の、ウィングのところを一個一個見ていきたいなと思います。はい、エアフォイルがあって、今度はエルロンが上に上がりますと。この低いところですね、低いウィングの位置は。そうするとトレーディングエッジの位置が上がりますよね。そうするとコードラインも、まあ、どっちかっていうとこうリレーティブウィンドと平行ではないですけども低くなりますよね。なのでアングルオブアタック、このリレーティブウィンドとコードラインの間の角度が小さくなります。そうするとリフトも生まれなくなる代わりに、リフトが小さくなりますね。その代わりにインデュースドラッグも少なくなります。なのでここ側、左にターンする時のここ側がしっかり引いてくれたら、こう
ね、ヨーイングも左に向くんですけれども、あんまり発生しないので、この2つをトータルすると右側がすごく引っ張って、左側があんまり引っ張らないので、左側にターンするときにこういうふうな、むっちゃ引っ張る、あんまり引っ張れない、なので結局反対側のところにヨーが向いてしまう。これがアドバースヨーになります。なのでアドバースヨーはターニングするときに絶対に発生してしまうので、しっかりとラダーも一緒に曲がるときに使う必要がありますと。続いて3番目ですね。エルロン自体にこのアドバースヨーを回避するような、回避抑える、あんまりこうアドバースヨーを気にしないでもいいよっていうような機能というか、あの構造上の仕組みがとあるので、ちょっと紹介したいなと思います。エルロンデザインフォーアドバースヨー AY っていうのはアドバースヨーですね。 Lower エルロンクリエイトアドラッグというところで、まあ単純ですね、左に曲がってこのローアーウィングのエルロン、これまあ、あのこっちの言ったようにトレーディングエッジが上がってアングルオブアタックが下がるんですけども、まあ、エアフローもセパレーションを起こすんですね。ダーッとで、しっかりとここでもあのドラッグを作って、まあ、低い方のあんまりアングルオブアタックがない方でもドラッグを作ることで引っ張るようにしてくれますと。でもう一個が、まあ、フライズエルロン、ローアーエルロンというところで、この低い方ですね、ここをしっかり引っ張ればヨーイングが曲がりたい方向に曲がっていくと思うんですけども、エルロンがこう上に向くときにここになんか出っ張りがあるんですよね、うん、これフラップにはないんですけれどもエルロンにだけあります。こう上に向くとこのエアフローがこう通っているときに上に行って、で下に行っていい感じでこうダウン押しを作る、この構造に何ですかね、こう突起物がすごい出てて、これがこうドラッグを生み出すんですね。これはあのフォームドラッグの一つらしいんですけども、ここでピボットがエアフローをこうちょっと阻害してフォームドラッグを作っていくと、これのおかげによってローワーウィングのこのエルロンがドラッグをしっかり作っていくと。これが十分でないからラダーを使ってしっかりとコーディネートターンするんですけども、これらのおかげで少しじゃないですね、ミドルの強さのラダーコントロールでしっかりとターンができるっていうふうなエルロンのデザインがあったので紹介をしてみました。はい、英語で答えてみようのコーナーですね。長々と喋ってみたんですけども、この中では What is adverse yaw というものを英語で説明できれば十分かなと思います。今まで習ったことを自分なりの英語で全然いいので、僕だったらこういうふうにやるというところをものすごい簡潔にやってみたいなと思います。 So what is adverse yaw? The adverse yaw is when we wanted to turn to the leftWe will create the difference of the pressure on the upper side of the wing and lower side of the wing. Upper side of the wing have a higher angle of attack. It also create the foam drag. So this right side of the wing, we create a lot of the induced drag. Then lower side, this aileron create the lower angle of attack. It also create a little bit induced drag. So thisDifference of the drag, it makes turn the yaw into the right side. This is adverse yaw. To avoid adverse yaw, we need to coordinate to add the rudder control. If we wanted to take to the turn to the left, we need to push the rudder to the left side. On the other hand, we wanted to turn to the right, we need to add the right rudder also. Yes, this is the adverse yaw. Hi.こんな感じですね。僕も全然英語できないんですけれども、あの本当に自分なりの英語でこういったところをあの説明できれば全く問題ないと思いますので、以上となります。見ていただいてありがとうございました。